にちは。今回はスイーツデコのロールケーキを作っていきたいと思います。初めて作るので作り方がちょっと下手かもしれないですけど、まあ見てください。材料はこのような伸ばし棒と歯ブラシと、今回は粘土板がないので紙とビニール袋と着色剤の黄土色と、このようなハサミと粘土を用意してください。はい、今回はセリアさんの粘土を使っていきたいと思います。最初は、まあ、樹脂粘土を使おうかなと迷ったんですけど、初めて作るので失敗したらちょっとダメなので紙粘土にしました。最初にもう丸めておきましたね。こちらをまずロールケーキのクリーム部分から作っていきたいと思います。このように伸ばして、まあ何センチぐらいにしようかな、このくらいの厚さにギューッてやって、こっちもこんな感じで伸ばしていきます。はい、こちらはまだクリームなのでそこまでなんか大丈夫です。こんなんで、次にまた、なんでさっきハサミって言うと、こちらの上の部分をカットするためです。で、こちらの粘土2回目というか2つ目の作るやつはちょっと普通より多めに、まあ、結構こちらセリアさんの粘土の特徴はすごい水っぽいんですね。すごい使いやすくて、はい、紙粘土の中ではハーティーの次に好きですね。よいしょ、こんな感じで伸ばします。よいしょ、見づらかったら本当すいません。はい、こんな感じで伸ばしたら丸めて広げます。そしたら黄土色、着色剤の黄土色をイエローか粘土にちょぴっとつけ、ちょぴっとつけます。ちょっとで多分大丈夫だと思います。そしたら口の先っぽにつけたのを中にくるくる丸めます。で、畳んで伸ばして、まあその後はもう適当で大丈夫です。でも均等に全部混ざるように、はい、こねてください。上の部分はなんかそこまで綺麗っていうか、なんていうんですかね、スルスルじゃなくて、まあ、後で歯ブラシでなんか立体感をつけるので、そこまで綺麗に混ぜなくても大丈夫かもしれません。はい、でこんな感じで混ざってきましたね。色分かりますか？じゃあ後で見せます。ちょっと今混ぜます。はい、大体こんな感じでいいかな。よいしょ、こんな感じ。まあ白と比べたら分かると思います。この色の色ですね。で、このように同じようにやるんですけど、こちらはちょっと四角く、先ほどのやつよりも四角くというか長方形みたいな形ですね。そうしないとロールケーキの形にならないと思うので、はい、よいしょ、このように四角くして、
重ねていきます。見えますかね、こんな感じしたらこれを回します。よいしょ、できた。でもなんかちょっと初めて作ってみた割には下手くそです。よし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 、潰します。ですかね。はい、じゃあこちらを、まあ、ロールケーキはなんか決してツルツルしてるようなものではないと思うので、さっきお見せしたこちらの歯ブラシで、はい、ちょっと質感をつけていきます。本当はトングが必要ですから、ちょっとお待ちください。よいしょ、すいません、ほんとこのようなタオルを用意してください。よいしょよいしょよいしょ、質感がちょっと見えづらいですね。こんな感じで質感をつけていきます。今はこの山切りカットを使っているんですけど、まあ平たいのとかこういう風にこういう風になってるのとか平たいのでも全然大丈夫です。端っこもなんかこのように質感をつけて、このようにやってあげればいいと思います。はい、こんな感じで、質感がもう叩くような感じも大丈夫だと思います。はい、ちょっと雑なんですけど、こんな感じで、よいしょ、すいません、髪の毛映っちゃいました。よいしょよいしょよいしょ、でこんな感じで出来上がりました。はい、ちょっと口上げます。このような感じで質感はこんな感じです。でこれに後でニスとか塗っていきたいと思います。ちょっと最後に飼っているペット紹介をしていきたいと思います。ちょっとカメラ隠します。紹介、まあ、猫ちゃんなんですけど、猫ちゃんを、まあ、毎回確認したい、紹介したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。もしよかったらリクください。はい、ありがとうございました。